ビ報道協会 JRP テレビより人物往来をお届けいたします。お話は院外連合国民総会超党員大学総裁と、本日は弁護士の内野圭一郎先生に来ていただいております。お話をお願いいたします。今日は私も長年親しくさせてもらっております弁護士で、非常に幅広く行動され活躍しておられ、息子さんたちも立派に、弁護士や政治家やと活躍しておられる内野圭一郎先生に来てもらっております。いろんなことを数多く体験され経験された方ですから、今日はこの私のこの戦勝記念物の澤田聖子作の薬師如来戦勝記念物として作られた薬師如来について、内野先生からお話を伺おうと思っておりますが、その当時は先生は5歳ぐらいですか？そうですね、4歳、11年生まれだから5歳、5歳ですね。5歳だ。何か当時の昭和16年当時の記憶がありますか？開戦のニュース、臨時ニュースを明確に覚えておりますが、記憶の飛んでるところは、私の記憶では朝の体操だったか朝の音楽だったかで、親父が庭に出て体操の真似事をしておりました。はいはい。そこにラジオが鳴っていたんですが、それがプツンと切れるんですね。ああ、ニュースだ。でプツンと切れてブザーが鳴るんですよね。それから史実によると軍艦マーチが鳴ったらしいんですが、その記憶はない。で臨時ニュースを申し上げますと、言ったその言葉は覚えてないけど、庭に出ていた父親があんな晴れやかな顔は見たことがないと。ああ、そうですか。いうような晴れやかな表情で、ほうやったかと言ったのを記憶をしております。なるほど。生涯で私が見た親父の表情で、一番晴れやかな表情だったように思います。いやいや、それが昭和16年1941年12月8日だったということですね。はい、そうです。そういう記憶は、何月何日というのは記憶はないけど、臨時ニュースの記憶が明白にあります。5歳でおませだったようでございます。5歳ならば分かるでしょう。もう、私は、当時は1歳ですから。ああ、そうですか。あの戦争が始まる、あの当時は我々子供だから何とも記憶にはないんだけれども、今となって考えた場合に、やはり真珠湾のあとすぐに、講和に持ち込めばよかったんじゃないかと僕は思いますが、どうですか？最近林千勝という先生の近衛文麿の伝記のような御本を読ませていただいておるんですが、陸軍の秋丸機関というのがあってね、インド洋を制すべきであると、それによって、英米の英の弱さで、補給も止まるし、公安に導いて戦勝の機会があったと。で、いわば、にもかかわらず、近衛さんが
尾崎ほつみですか、うん、とどれ朝日新聞の、グループを徴用して、うん、品事変を泥沼化して今日に至ったというお見立てでございます、うん、そういう意味では大きな歴史の流れに翻弄されて、うん、ちょっとまだ、いわばその世界史の舞台にまともに出たことがなかった、うん、我が国が、うん、そういう国際社会の、うん、謀略といっちゃ言葉が悪いけれども、うん、自国の権益を擁護するために、うん、どうやって他の国やつけようかというね、うん、そんな時代に翻弄されたのかなと、なるほど、いう印象を持っております。なるほど。まあこの文原さんやそのいろんな方々がやはり欧米の情報についてどれぐらい把握してるか、把握してたかに よるでしょうね。特に、まあ、軍部の陸軍海軍の情報がやはり偏っておった。それによって国家戦略がわしは間違っておったのではなかろうかと思いますが、うん、やはり戦争というのは軍産複合体は当時からあったわけで、うん、軍事産業を発展させるためには戦争は必要である。規模は大きければ大きいほど売り上げが上がるというやはり産業があるわけですから、うん、必ず戦争をマッチメイクするその人たちによって工作がなされ、そしてそれにはまるの国が戦争の犠牲者になるわけです、うん、これも我々はこの明治維新から、うん、やはりグラバー邸、グラバー邸から薩長連合、それに対する武器の供給、うん、フランスの幕府に対する武器の供給、うん、幕府と薩長連合の戦争というものを作ろうとしたのにおいてもですね、うん、そういう工作があったことは事実だと思うんです、うん、だから戦争で破壊し、そして今度はそれを復興でまた仕事にするという経済活動がね、戦争の原因ではないのかと我々言ってきたんですけれども、うん、そういうことではないでしょうか、うん、第二次世界大戦というのは、きっとそんなことかなと、うん、いう死の承認ということがあるようにね、そんなことかなという考えをある一方、また、戦やっても何も生産しないですからね。そりゃそうです。だから、うん、まともな金儲けは、うん、人民の福利向上によって、それをやることによって儲けるというのが一番正道だろうと思うんで、うん、はい、誰だっけ、満州事変の立役者だと言われた、石原幹事、うん、世界最終戦争が第二次世界大戦だと言っておったようですが、石原幹事の言う世界最終戦争が終わって、次は、もう、人民にの役に立ってなんぼと、それで金儲けをして、うん、人類が平和で豊かな時代になるのではないかと、うん、あちこちきな臭いんで、ストレートにそうは思えないけれども、うん、方向性としてはそういうことになるのではないかと、うん、期待も交えてそう考えております、うん、まあそれは一応感じもやっぱり世界
連邦を考えたんでしょう、うん、世界統一をすれば戦争は終わるだろうと、まあ、徳川家康の時代になって戦争が戦国時代が終わったと同じようにですね、うんうん、そういうことを考えたわけでしょうけれども、うまくそれをまた利用したのがロスチャイルド家だと私は思うんですよ、うん、いやいや今日は非常に貴重な意見を内野先生から伺いました。ありがとうございます。何、はい、ですかこれは。田口さんいきなり変な話になっちゃう。日本はユーロシアの一員である。